どんぐらい稼いでるんですか。これ、マジっすか。はい、衝撃です。こんにちは、船原です。今日はですね、スマホを使いこなせないぐらいもデジタルに疎かったのに、もう今はもうスマホを使いこなして、なんならもうスマホをポチポチするだけで荒稼ぎをしているという朝倉さんに来ていただきました。朝倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そしてこの朝倉さんが荒稼ぎをされているビジネスが韓国輸出ということですので、まあ、船原チャンネルでおなじみの神岡さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、朝倉さんにちょっとお話をお伺いする前に、まあ、なぜこの、ね、動画を撮ろうと、ね、思ったかっていうと、僕の YouTube って、まあ、意外とこう、なんですかね、めちゃくちゃ若いっていう方も見てらっしゃるんですけど、まあ、意外とこうね、お年を召してらっしゃる方も多くて、で質問をね、コメント欄とか、あと LINE ね、登録してね、いただいたりするんですけど、パソコン苦手なんですけど、物販ビジネスで稼ぎますかっていう質問がめちゃくちゃ多いんですよ。ということで、まあ、今日は、あ、スマホだけで稼いでる人いないかな、ね、考えた時に、ああ朝倉さんだということで、まあ、今日は朝倉さんにちょっと お話を、ね、お伺いしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、なので、まあ、この動画を見ていただくと、まあ、スマホだけでね、稼いでいくという方法を得ることができますので、はい、ぜひ最後まで見ていただければと思います、はい、では早速ね、お伺いしていきたいと思うんですけど、はい、朝倉さんは本当に、まあ、機械音痴というか、はい、デジタル音痴というか、そういう感じだったんですか。はい、もう生っ粋の機械音痴です いつ頃から、はい、4年前ぐらいですよ ね。 そうですね。で、僕がその本当のスクールに入ってもらった時に、まあ、お会いしたんですけど、うん、本当にその時はガラケーを使っていて、はいはい、えってちょっと思っちゃったんですけど、はい、でもともとね、あの家庭教師をやられていたんですけど、うん、その生徒とかにちょっと教えてもらうぐらいの勢いだったらしいんですよね、はいはい、4年前って言っても、もうスマホ全盛期ですけどね。そうですね、そうですね、はい、完全に遅れてましたねスマホは使わないぞみたいな感じだったんですか。それともなんかもう別にガラケーでいいやみたいな感じ。まあそんな感じでしたね。もう別に使わなくてもよくないみたいな、はい、パソコンも割とすごい重いやつを結構使ってて、はい、で結構、ま、待ち時間長いみたいな感じではある。立ち上がるの2本かかります、ね、そうですねそういう感じだったので、あ、これでもやっていくんだっていうちょっと最初はあれだったんですけど、はい、あ、じゃあ神岡さん この韓国輸出のビジネスをされようと思った時はガラケーも使ってるし、まあ、パソコンもすごく重い、そういうのを使ってらっしゃったということですね、はい、ちなみにパソコンってどのぐらい使われてたんですか。そうですね、その当時使ってたパソコンはもう7年ぐらい使ってて、おちょっとね、重くなっててたまに止まったりとか、はいはいはい、まあ、そういう形でちょっともう変えようかなみたいないう時期でしたね。でもまあそんなにパソコン使ってるわけでもないし、はい、まあいいかみたいな、まあそうですね、まあちょっとまだ使えるからいいかなみたいなぐらいのパソコンとの付き合いだったってことですね。そうですね、自動的にパソコン使ってたわけじゃないそうですね、はい、ちなみにこうパソコン使うビジネスなんですよねって、多分ね、韓国室は基本はねパソコン使うじゃないですか。そうですね、そう聞かれた時ってどうでした、はい。いやもう衝撃です。パソコンって文字打つ以外なんかやるの？もうでもそれに近いですよね。もうね、え、それでできんのみたいなっていう感じだったということですね、はい、最初はね、はい、ところが今どんぐらい稼いでるんですか。月30万から45万、はい、稼いでおります。これは韓国輸出で、はい、ありがとうございます。利益でしかもこの利益が聞いたところによると、スマホを使いこなして、まあ、使いこなしてるかどうかわかんないですけどスマホを使ってポチポチしてるだけで 3,40 万ぐらい毎月稼いじゃってる。これは本当なんですか。はい、はい、おー、なかなかにわかには信じられないお話ですけどね。またなんかね、僕の YouTube 見てるとスマホ副業ですイエーイみたいな言うんですね。ああいうスマホ副業なのかなと思いきや、そういうのじゃないって感じですかね。言わない。もちろん違いますよね、はい、はい、ああいうのはちょっとやばいんで、うん、YouTube の広告に出てくるスマホ副業はご注意ください、ね、お前が言うなって感じです。お前の YouTube に出てくるんだよって感じなんですけど、まあ、ちなみにその具体的にどんな感じでやられてるかっていうのをちょっと説明していただければと思うんですが、いかがでしょうか。もう簡単にお話ししますと、はい、日本にある商品を韓国の、EC サイトで販売して、はい、で売っていくっていう、まあ、今やっているのは外注さんにお願いしてこう仕事してもらってるっていう形です。外注さんが基本的にいろいろ仕事をしてると、
はい、スマホはどうやって使うんですか。これはあの外注さんに指示を送るときに、はい、ポチポチしてるだけです。あ、なるほど、じゃあ、はい、そういうポチポチです。スマホでポチポチするだけでっていうよりは、このスマホポチポチの先に朝倉さんの代わりに動いてくれる、パソコンとかをね使っていろいろやってくれる人がいて、はい、その人にポチポチ指示を出すと、はい、でもそのポチポチするだけで3、4時間ぐらい、どのぐらいの時間かかりますじゃない、このポチポチは。ポチポチって言っても1日10時間ポチポチしてたら結構意味大変なんで、だいたい1日10分です。1日10分、はい、え、マジっすか、はい、1日10分ポチポチしただけで3、4時間かかってますね。え、マジですか。はい、それすごいですね。神田さん本当ですか。本当です、これは本当ですか、はい、そこまでもう外注化を極めたっていう感じですね、はい、いや神岡さんが言ったら信憑性ありますじゃあまあ夢の不労所得みたいな、まあ不労とは言わないけど、はい、超小老所得みたいな感じになっているかなと思うんですけど、もともとね機械音痴だったところから、まあ、パソコンとかねほとんど使ったことないよっていうところから、まあ、今はそのスマホポチポチで不労所得30-40万みたいなところまで上り詰めたということなんですけれども、はい、まあ、どうやってここまでいったのかということをね今日ちょっと説明していただければと思います、はい、じゃあここからあの一応僕が韓国輸出ビジネス なぜやって多分思っている人もいるので、うん、簡単にビジネスモデルを説明させていただきますのでちょっと説明しますね。でまず、韓国輸出ビジネスっていうのは日本にある商品をパソコンとインターネット環境がある中で韓国のサイトに僕らがセラー登録をして、まあ、そこに日本の商品をどんどん出品して販売していって、まあ、その差額が利益になっていくっていう、まあ、シンプルなビジネスモデルなんですけども、本当に今言った通りパソコンとネット環境、まあ、もしくはあとプラススマホがあれば本当にいつでもどこでもどんな場所にいてもできるっていうものになりますね。そもそもその無在庫でやるんですけど、無在庫販売ってこう何ぞやっていう人もすごいたくさんいらっしゃると思うんで簡単に説明すると、もともと物販って普通にもう在庫を先に仕入れて出品して販売するっていう形なんですけど、無在庫なんで在庫を持つ前にもうそもそも出品からできちゃうみたいな感じなんですよね。なのでまあ出品をして、で出品してると注文が入る、で注文が入ったら日本のサイトでまあ仕入れる、で仕入れたら僕のスクール生はもう全て発送代行を使っているので、発送代行のまあ倉庫にそのまま直送で送って、どこから韓国のお客さんに届けてもらうっていうような、もうそれをぐる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 やっているだけなので、外国にいようがどこにいようがいつでもパソコンとこのネット環境さえあればできるっていう、まあ仕組みになってるっていうことですね。本当にそれしかやってないんですよ。なので難しいことはなくて、覚えるまでにはたくさんやることがあるんですけど、覚えてしまえばすごくシンプルなことしかやってないっていう、すごいリスクが本当に少ないビジネスですね。だからクレジットカードのまあ枠さえあれば、まあ、その枠内で全然ビジネスを行うことができるっていうことですね。在庫を溜まっていくこともないので、セドラとかね、家の一部屋全部埋まっちゃって生活が大変みたいな、そういうことも一切ないので、本当にハイブリッドにこうやっていけるみたいな感じですね。で基本的にツールっていうものを使うので、僕が開発したその韓国輸出用のツールがあるんですけど、それを使って、まあ、やる作業がもうほぼ決まっているので外注すごくしやすいんですね。自分がやってたことをちゃんとマスターして外注さんに全部覚えてもらえれば、自分が何もしてなくても作業がどんどん進んでいくっていう形になるので、非常に外注化しやすいっていうものになりますね、まあ、それを極めたのが朝倉さんで、もうその指示をスマホでポチポチするだけで1日10分とか15分で完結しているっていうのが本当に可能なものになりますね。なるほど、はい、まあ、ちょっと僕なりにまとめますと、はい、朝倉さんがやってるのは韓国輸出ビジネスと、はい、でそのねノウハウを開発したのは神岡さんなんですけど、はい、無在庫出品できるっていうのが一番のメリットで、無在庫なんで商品ないけど、はい、もうとりあえずあ、ね、韓国のいろんなサイトに出品しといて、ね、掲載しとくとですね、はい、何点ぐらい出品されてるんですか。1万品1万品、はい、3つサイトがあってだ1万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 じゃない、まあ、3万品みたいな感じですよね、はい、もう出品しといて、そのうち何個かが、まあ、毎日売れていくみたいな感じなんですよね。そうですね、そんだけ出品したらどれか売れるやろみたいな、本当にそんな感じですね。でその時点で在庫は持ってない、持ってないと、1万円で売れましたってなったら、それを3000円とか4000円とか、ね、そうです、そうです、仕入れて、あとは韓国に発送する、はい、ちょっとリスクないです、本当にないんですよ。そうですね、売れてから仕入れ、そうです、それを自分の手は汚さずに自分の手を使わずに使わずにね、外注さんがやってる、はい、なぜなら神岡さんのツール、そうですね、があれば簡単にできるんで、外注さんにやってもらえればもうほとんどやることないよっていう、そういうことですね、はい、それで月3、40万ぐらいは稼いちゃってるよみたいな感じなのが、まあ、朝倉さんでした、はい、いう話ですね。これは素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。
い、でそもそもじゃあこの韓国輸出なんですけれども、なぜこのビジネスされようと思ったんですか？だいぶ昔なんですが、はい、あの中国輸入やってた時期がありまして、物販されてたんですね、はい、ね、それでアマゾンで普通にやってたんですが、いきなり診断調査で赤羽になりました、はい、あーなるほどねアカウント停止、そうです、そうですね、はい、でそれでその当時は対策とか何も、まあ、あったんだと思うんですが、うん、全然分からずに何もできないまま結局そのままちょっと物販から遠ざかっちゃったっていう時期がちょっとあったんですよね。あ、まあ、そういうなんか有罪子ビジネスあるあるみたいなところでやられてしまったっていう、ね、やられてしまったっていう、仕入れてたわけですね中国から。あ、仕入れてましたね。それどうだったんですか？はい、普通に売れてはいたんですけれども、はい、どうしてもやっぱりこう皆さんも他の出品者の方々もやっぱり出してるんで、うん、やっぱり利益合戦になって、あ、まあ、どんどんこう下げてって、はい、で結局大陸勝負みたいないう形で、ちょっとこれもやっぱちょっと悩ましいなっていうのはいつも思ってたところでね、その上に赤番っていう、あ、そういうところでちょっとこう亀岡さんを紹介していただいたっていう形ですね。もともとね中国輸入とかされてた中で、いろいろこうね値下げ合戦とか、はい、赤番とか、ね、はい、あった中で韓国輸出紹介してもらいましたと、これあピンときたわけですよね。そうですね。どこが良かった？やっぱ赤番がやっぱりこうすごく頭にずっと残ってたん で、うん、で赤番しないプラットフォームずっと探してた中で、で韓国輸出はもう赤番にはもう本当にすごく強いというか、はい、いきなり理不尽な赤番っていうのがないっていうのをこう私もこうセミナーとかでお聞きして、でもこれしかないと、うん、私はもう本当にそこですごくこう確信めいたものがあったんですよね、うん、で実際にやってみたら本当に全然赤番とかなかったっていう。そうですね、まあ、赤番赤番って言いますけどね赤番ってのはアカウント削除みたいな、停止みたいな、停止ですね、販売できる状態じゃなくなってしまうっていう、うんうん、まあこれはアマゾン、ヤフオク、メルカリ、楽天、うん、この辺りをねビジネスされてる人は、ね、まあ、必ず一度は取ってるけど、僕も何個赤番されたかっていう赤番が船原みたいな赤番が服着て歩くみたいなレベルなんですけど、韓国輸出はそういうアカウントが停止されるみたいなことってほとんどないんですか？基本的に保険やっちゃいけないことは絶対あるんで、はい、あのそれを絶対やっちゃいけない、うん、でもそれをもう把握してるので、うん、僕のスクール生とかには全部それを共有して絶対にしないようにっていうのと、うん、ツールでそういうのを出さないっていう、まあ、ブラックリストみたいなのがあるんで、対策がもうできているんですね、まあ、それで例えば出しちゃってメール来てたのに無視しちゃっててみたいなことだともちろんアカウント停止になるんですけど、ちゃんとそれで対応していれば本当にもう停止することは一切ないので、一番いいのは Amazon とかだともうそういう警告もなしにいきなり停止とかあるじゃないですか、うん、まあ、それが韓国のサイトはすごく親切なことにちょっと注意が何回かあるんですよね、はい、でそれをちゃんとメール確認して対応すれば何の音がもないっていうか、その停止になってる期間とかもない感じなんで、うん、もう正常に運営していけるっていう感じですね。まあ結構ねメルカリとかアマゾンとかもせっかく築き上げてきたものが一瞬でみたいな ねまた振り出しからかよみたいな、なんか数年前までとかってそんなに厳しくなかったじゃないですか、うん、もう本当今って多分こういうネットで販売する人が多くなってきてるから、どんどんいろんなプラットフォームが厳しくなって、まあ、しっかりしだしたからいいことだと思うんですけど、より厳しくなったなっていう感覚がありますよね。まあ、そんな中でね、韓国輸出に関してはそういうことは、ね、アカウント版とかは基本的にはまあ避けられるというところ。多分いろんな物販ある中でも一番そのリスクは低くできてるんじゃないかなとは思いますね。まあ、そこが魅力だったというところですね。あと他にありますか？他には一番魅力なのはやっぱり無在庫だっていうところが一番かなと思います。韓国輸出やられてる人ってみんないますよね、うん、まあそうですね、まあそれで選んでくれてるところあると思いますね僕も本当在庫を持って、そのさっき言った中国輸入から僕も始めてるので、最初無在庫を見つけた時にはすごく感動したんですよ、うん、なんだこの発明はみたいな感じだったんですけど、うん、まあ本当にそれができるからすごく皆さん魅力を持ってくれるんじゃないかなと思いますね、うん、なんだかんだもリスクがないっていうのは最高にいいのと、まず単純に銀行口座の残高増えるっていうのが、そうです、ね、単純に本当手元の資金が増えてくる増えるっていうね、あの喜び結構ねこれ物販やってる人あるあるなんですけど、まず金減りますもんね、はい、まず何十万か払って、はい、それが売れて入ってくるんだけど、そのお金が入ってくる前にまた次のやつ入れるから また減るのみたいな、いつお金増えるのみたいなね本
ントのリアルに手元のお金が増えるタイミングで多分何ヶ月か先なんですよね、結局。そうなんですよ、ね、それがね、なかなかしんどいところがありますよね、うん、ただまあ無在庫はそうじゃなくて、うん、単純にこう増えていくと、はい、いうことで、まあ心にもね、優しいっていう、そうですね、本当に優しいですね。ということで、とりあえずね、赤番とかがないセラーにすごく優しいビジネスですよということと、あと無在庫で資金リスク、在庫リスクなくてもお金が増えるというところが魅力に感じていただいて、はい、朝倉さんは、まあ、韓国輸出ビジネスを、まあ、やっていただいたということなんですけど、はい、とはいえね、まあ、ビジネスなんで始めました、儲かりましたじゃないと思います。いつ頃からやられてるんですか？あ、もう4年前ね。僕がスクール始めた本当最初の、あ、そう、最初ですね、武器の生徒さん、はい、じゃあこの4年間の中にいろいろあったと思います、はい、いろいろあって今こうねポチポチで 3,40 万に落ち着いてると思うんですけど、はいろいろ聞きたいですね。どういういろいろありましたか？そうですね、最初入ってで、まあ、最初ってこう舞い上がって結構テンション高かったんで、うん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 、でマニュアルがドワッてたくさんあったので、はいはい、でそれをなんとかこなすのに1ヶ月ぐらいはもう1日8時間ぐらい、うんはいはい、ずっとマニュアルの読み込みと徹底的なマニュアルの実践ですね、はい、寝る間も惜しんでやってたっていう時期がありますね、1ヶ月ぐらいは、うん、その時が一番やっぱり大変でしたけど、うんはい、でもなんか稼げるんだっていう楽しみがあったんで、うんうん、なんとか ね乗り越えてきたっていう形ですね今のところ。実際に入金があったというか売れたっていうのは初めてからどのぐらいの期間だったんですか？あ、はい、2ヶ月目です。意外と早いですね。すごい行動力のある方で、はい、早かったですよね。とにかくできないことは多かったんですよ、正直。最初はやっぱそのさっき言った通りガラケーとか使ったし、はい、パソコンもパソコンできなかったですよね。そう、できない。よくやりましたね。そうですね、マニュアルわからない時にはもう米岡さんに全てチャットとかで相談して、うん、チャットもあれですよね、パソコンであったってことですね。スマホじゃないから。クリックって何ですか？そうそうっていうところからまあいろいろね、うん、質問してまあ一つ一つ解いていって結果を出していかれたという感じですけど、はい、2ヶ月目でも利益15万を出して、早かったんですよ、はい、すごくおめでとうございます、はい、ありがとうございます。そこからこう外注化してると思うんですけど、はい、外注化するまでってどのぐらいかかったんですか？開始してから3ヶ月目。あ、いや、そこも早いですよ。僕絶対に自分がマスターするまでは外注化しないでくださいって生徒さんには絶対言ってるんですけど、うん、それくらいで教えられないから、まあ、それがもう最初からやり込んでたんで、まあ、そこのマスターするスピードも早かったので、うん、そこからどんどん外注化をしていかれたっていう感じですね。まあ、実際なんか外注化っていうのはどういう感じなんですか？自分が今までやってたことを全部任せちゃうって感じなんですか？そうですね、普段自分がこう韓国輸出でやってる作業をちゃんとしっかりマスターした上で外注さん探して、はい、自分が普段やってることをそのままこう教えてもうやっていただくっていう、そういうイメージですね。ちなみにどのぐらい払ってるんですか？それ多分結構衝撃。衝撃ですね。これ月1万です。月1万で、はい、マジっすか？これ多分他の物販でも結構信じられない価格だと思うんですけど、はい、それにマッチする人をこうピンポイントで募集する感じなんで、はい、まあ、そのノウハウがちゃんとある感じなんですね。じゃあ月1万円でいろいろやってもらって、はい、その人は知らないかもしれないけど朝倉さん自身は30任せてるまあでもなんか成果報酬みたいなのを最近はつけていて、ね、あの1万プラス、まあ、他こういうことがあったら払いますみたいなこともやってますもんね。そうですね、はい、外注化に関してなんかすごく苦労したことってありますか？そうですね、外注化するまでまずは必ずしっかりこう外注化するまでにまずは自分がやってる作業をしっかり理解してないといけないっていうところが、やっぱりこう自分が分かってないことはやっぱ外注さんに教えられないんで、ちゃんと自分がまず理解してるっていうこと、そこがやっぱちょっと最初苦労したっていうところですね。辞めちゃった人もいますよね。あ、そう、辞めた人いますね。やっぱ人なんで相手が。そうですね、一回ありましたよね。そうですね、一人だけ雇ってて、はい、その人が辞めたことによってまた振り出しに戻るわけじゃないですか。そうなんですよ、はいはい、それを経験して朝倉さんがすごいのはやっぱそこですごく早い動きで複数人募集するようにしたんですよね。例えば3人雇って3万じゃないですか、はい、でもそれ以上利益出るからいいんですけど、一人辞めても全部が全部また振り出しに戻るわけじゃないから、うん、みたいな感じでこうリスクをこう自分で減らす工夫をされてて、すごいなと思いましたね。作業量がね、いきなり増えるのがちょっとやっぱり一番自分にとってリスクだったんで、まあ、減らすためにちょっとストックじゃないですけど、たくさんこう外注さんにちょっとこうお仕事それぞれ振っててっていう、そういう形で今やってますね。現状は
スマホで外注さんを操って30万普通に稼げる。始めた時ってね、こんなこと想像してなかったと思うんです。そうですね、全然予測してませんでしたね、はい、機械音痴の私だと、はい、最初はすごく非効率にやってるなって思ってたんですよ、うん、行動は速くて学ぶスピードも速かったんですけど、もっと絶対速くできるなってもう見た瞬間に思って、うん、まずパソコン変えましょう、あそっからはガラケー使ってたんでちょっとスマホに変えましょう、世の中スマホっていうのがあるんですよ ね、もっとこう効率的に時短できますよっていうのを進めて、すごくいいところはこうした方がいいですよっていうことを本当にやって、しかもやりきるので、まあ、そこが多分他の方と全然違くてすごいところなんだなっていうのを僕は感じてますね、うん、そんなポンと動ける人なかなかいないと思うんですよそうは思っても。でちょっとね、この見てる方が気になってるというか知りたいなと思ってることとして、本当に売れるのかと、全然想像つかないよみたいなあると思うんですけど、どんなものがどのぐらいの価格で売れたとかっていうのをちょっとシェアしてもらうことできますか。はい、あの実際に朝倉さんにも画像とかも送ってもらってるんですけど、はい、まずあのスニーカーですね、ちょっとすみません、はいはい、画質が悪いんですけど、ルコックのスニーカーがこれ桁が違うんですよ、ウォンって、うんうん、1桁多いんで15万円じゃないですよ、149,800ウォンなんで、まあ、大体今のレートで1万5000ぐらいですよね、はい、これ翻訳してるから日本語になってるんですけど、韓国での値段です。1万5000。そうです。でこれが Amazon で5720円なんで、まあ、約3倍ぐらいの値段で売れてるということで、手数料とかあと送料とかですね、まあ、そういうところは差し引いても約4300円ぐらいの利益が出ています、っていうのがまあ普通に差額が取れるんだよっていう証拠ですね。こっちルコックスポルティフってフランスのブランドですか、はいはい、それを日本から買うんですか。まあ、そうですね僕もハイブランドとかでこう勤めてた時があるので分かるんですけど、こう日本に売ってるルコックの商品のラインナップと韓国で売ってるラインナップっていうのは違うものがもちろんあるので、はい、まあ、多分おそらくですけど日本でしか手に入らないものだったのか、もしくは色だったのか、もしくはサイズがなくてとかで、韓国完売みたいな、そう、そんな感じとかあるじゃないですか、うん、どっちの方が先に売ってるとか売ってないとかあるじゃないですか、うん、なんかそういうので売れてるんだと思うんですね、こういうブランドものっていうのは、うん、でここちょっとわけわかんない言葉書いてあると思うんですけど、ネイバーパンパン、これ翻訳するとネイバーパンパンなんですけど、パンパンって、まあ、ネイバーの中のなんかチャットトークみたいな、はいはい、そういう機能があるんですけど、はいはい、LINE みたいな、まあそれのことを翻訳するとネイバーパンパンって出てくるんで僕が作るとネイバーパンパンって呼んでるんですけどね、まあそれで直接チャットで、はい、あのセラーに対してこういう商品ありませんかみたいな感じで連絡が来て売れたのがこのスニーカーですよね。だからあちらからもう購入代行依頼があって売れるっていうパターンのやつですね。で次がテントですね、はい、でこれ99万ウォンなんで、まあ、約10万円ぐらいですよね。販売してたものが Amazon では43,780円なんで、まあ、約半額ぐらいで、手数料とか送料とか引いても利益が 33,500円ぐらい出ましたということですね。これ先ほど説明してなかったですけど、ネイバーブログっていう、まあ、SNS ですね、あの韓国ではインスタとかももちろん人気なんですけど、ブログですね、商品レビューの記事見てサイトに飛んで買うみたいな文化がすごくあって、日本でいうアメブロみたいな感じなんですけど、まあ、そういうのも実際やってくれてて、ネイバーブログで投稿していたその今のテントの記事からサイトの方に飛んで買ってくれたっていうパターンですね。これもさっきの購入代行依頼の問い合わせがあっての制約みたいな感じですね。でその時には出してなかったので手出品で出してね販売したっていうものですね、はい、33,500円、1回転売しただけで儲かる。そうですね、そうですね、 30% ぐらいの利益ってことですね、はい、本当に手元に増えるお金が33,500円なんで、いいな、送料も1万円ぐらいかかってるにもかかわらず出てるって感じなんで、あとこれあれですね、トゥルースリーパーみたいなのあるじゃないですか、安眠枕みたいな、はいはいはい、これが35,000円ぐらいですよね、うん、で販売したもので、これ楽天で購入したんですね、16,280円で、利益が約1万円ぐらいですね。これもネイバーパン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 ですね。で結構出してるとこの商品ありますかっていう連絡が結構来るんですよね、まあ、日本の出品者さんがそんなに多くないっていうのも多分あると思うんですけど、はいはい、日本で多分買える人もいるんですけど直接発送してくれる人も少ないわけじゃないですか、まあ、だからこういうの欲しいなって思ってもなかなか韓国の人も買えないっていう現状があるので、こういう依頼が結構来るっていう感じですね。あとこれ最近ですよね、そうクーパンっていうまあサイトがありまして、韓国の今売り出し中のね我々が、はい、ちょうど2月から僕のスクールの生徒さんたちもツール使って販売しだしたんですけど、これ桁見るとすごいんですよ、404万550ウォンなんで40万円ぐらいの
商品ですね。これ朝倉さんが販売できまして、実際これクーパンでのサイトの出品ページなんですけど、まあこういうでっかいドームみたいなテントですね。めちゃくちゃでかいテントですね。はい、まあこれが売れまして、で実際にはメルカリでこれ比例を見ると32万円ぐらいの商品で、まあこれでも利益は十分出るんですけど、ここで朝倉さんは何にしたんでしたっけ？ちょっとつながりがこのメーカーさんとあって、はい、でそこからちょっと卸値で、これの約半額で卸してもらえることになる、うん、そうなんですか、はい、だから大体16万ぐらいで、はい、利益が20万そう、この1点で20万ぐらいの利益が出ちゃったっていう、だからもう4月今もう20万以上の利益が出ちゃってるっていう利益20万、はい、一発で一発ですごいですよね。で、はい、ここに書いてある通りやっぱ入手困難って書いてあるんで日本でも海外でも入手困難みたいな、特殊な商品だったとそういうことですね。まあ、ちょっとたまたまではあると思うんですけど、こういう商品が売れたっていうことですね。まあ、発送代行を使ってるんで、これだけ大きい商品が売れたとしても自分のところには届かないので発送代行に任せて送ればいいんで、結構小さくて壊れにくくて軽い商品とか自分で発送すると考えるじゃないですか。もうそういうのも気にしないでいいんで、まあ、どんなに大きい商品でも販売することができるっていう強みもありますねっていう感じですかね。まあ、こういう商品がいろいろ売れているとですね、基本的にその、はい、まあ、まずは韓国のサイトにこういっぱい出しといて、はい、普通に売れたりとか、そうですね、ネバパンパン系とかチャットで依頼が来るみたいなとかが多いですね、はい、で売れたら日本の楽天で仕入れたりとか、うん、アマゾンで仕入れたりとか、はい、こちらとか、ね、メルカリとかそういうところから買って、はい、発送代行に送る。そうですね、発送代行の倉庫の住所を指定して送って、うん、みたいな感じですね。じゃあもう自分たち何もやらないって感じです。そうですね、実際には見ることはほぼないですね、はい、じゃあ何が売れたかぐらいは分かるけど、これが一体何なのかがちょっと分かんないこともよくあるみたいな。そうですね、その商品なんだろうみたいな時もたまにありますこれ。でその発送代行さんの指示すらも外注さんがやってるみたいな感じですか。はい、じゃあ本当に何もやらずに、はい、勝手に売れて勝手に発送されてお金だけ入ってくるみたいな、はい、最高じゃん意外となんかね、普通のって言うとあれですけど、特殊な商品が売れてるってわけじゃないですね。ないですね、まあ、正直何が売れてくれても別にいいわけですよね、うんうんうん、僕らとしては。ただ売れる可能性のあるものをある程度調べて出すことはするんですけど、まあ、そこから本当に何が売れるかっていうのは実際に出してみないと分かんないんで、うんうん、あまりそこまで考え込む必要もない感じですね。出してから考えるっていう感じですね。まあね、朝倉さんも、はい、韓国出初めてスマホポチポチで外注さんを動かしてプロ所得みたいなかなり稼げるようになったと思うんですけど、どうですか、変わったことってあります？やっぱり一番変わったことって言ったら、自分の自由な時間がやっぱり圧倒的に増えたっていうのがこれやっぱり一番かなって思いますね。やっぱ外注さんにお願いするまでってやっぱり自分の作業がだいぶこう早くなってきて、だんだんこう作業時間減ってきたっていうのはあるんですが、まあ、それでもやっぱり1時間ぐらいとか2時間ぐらいやっぱ取られちゃう時があって、でそれを外注さんにお願いすることによって自分の空いた時間他のこと何でもできるようになったっていうのがやっぱり一番変化した部分なのかなと思います。なんか浅倉さん あのすごいところはやっぱり外注やりきるじゃないですか。で空いた時間ってじゃあまた次やろうってやるじゃないですか。でそれでまたそれをやってマスターしたらまたその外注化して時間作ってでまた次のことやるっていうのを繰り返されてるんで、もうどんどんねいろんなことに挑戦してますよね。そうか、はい、でもビジネスお好きなんですね。ガラケーだったけどビジネスは好きなんですね。そうですね、はい、じゃ あ、 まあ変わったこととしては時間が増えたっていうことと、はい、ガラケーがスマホになったでも今ってね、こう物総研のいろんなコンテンツ実はやっていただいてるんですよ。武装研もファンでいらっしゃるんで、はい、ことごとく結果出します。そうですね、はい、クラファンも結果出してるし、ね、はい、だから一回まずね、最初、まあ、韓国室で、まあ、行けたんで、その空いた時間と資金でまた違うビジネスやって、それも成功してっていうことですよね。めちゃくちゃいいサイクルです。銀行でも融資もね、そうですね、たくさん引っ張ってまたクラファンやってみたいな感じですかね。あとその韓国輸出をやってね、その稼げるようになってこう、はい、気持ちの面で変わったことってあります？その生活面だけじゃなくて、まずは無在庫でやっぱりできるっていうところがやっぱり一番かなと、はいはい、やっぱりかねてからずっとアマゾンでやっぱりこうアカウントをバンされてしまって、うん、シューンってやっぱりこう、はいはい、ね、こう沈み込んじゃってたところが、在庫もあるのにそうこれさばけないよみたいなでしかもお金のなる木が全部潰れちゃったっていう、それがすごく一番の悩みだったんで、それでこう韓国輸出やることによってちゃんとこうお金のなる木を少しずつ育てていけてんで、しかもそれが潰れないというところでやっぱこう精神的な安定感っていうのはやっぱり一番得られたんじゃないかなと思
思います。楽ですね、精神的にね。無在庫はね、有在庫はもうね、なんか心に重荷をね背負ってからのはずだからね、スタートですからね。お覚悟いりますね。まあ、それが絶対悪いとは言うとそうでもないかもしれないけど、まあ楽ですよね、無在庫はね。まあ時間もね増えて、いろんなビジネスにも挑戦されてて、心に余裕も出たという感じになられたという朝倉さんなんですけど、まあ、今後目標地点とかってありますか？今韓国室でこう培ってきた外注化のノウハウっていうのを他のこうビジネスでも活かして、使ってるリソースを全部いろんなビジネスに相乗効果を生ん で、でそこでまた外注化して、でまた他の新しいことをやるっていう馬車馬みたいな感じでやってるような、いや好きなんですね、いいですね。なんかもういつの間にかなんかやっちゃってるっていう感じですね。本当に楽しんでやってるなっていうのがあって、僕のスクールで多分外注化のところが一番多分朝倉さんにとっては結構良かったことなんじゃないかなと僕自身もずっと思ってて、はい、まあ、それを使ってどんどんいろいろ挑戦しやすくなったっていうのがきっとあるのかなと思います、ね。いや、これは大きいですね、はい、かなり、まあ、稼げるね、ノウハウ自体は我々がね何もでも提供してるので、はい、どんどんねいろいろやってもらえるわ、はい、まあ、そういうこともね可能なんですけど、やっぱ最初のね一発目稼ぐのがね結構重要なんで、そういうのはやっぱ無在庫とか、そういうビジネスでやるのは僕はおすすめかなと思うんで、まあ、特に、ね、初心者の方とか物販やったことない方はこの朝倉さんの第一歩をね参考にしていただければと思います、はい、でちょっとまとめさせてもらうと、朝倉さんは上岡さんがね、教えている韓国輸出ビジネスを、まあ、始められても大成功ということで、はい、今もスマホポチポチしながら外注さんにいろいろやってもらって3、40万稼いでるということなんですけど、韓国輸出が何がいいかっていうと無在庫でできちゃうということと、上岡さんの紙ツールがあるツールですね、はい、ということでね、このツールがないと基本的にできないんで、はい、YouTube 見られた方で、はい、あ、韓国輸出やってみたいなと思った、でじゃあ独学で、あと独力でやろうと思ってもできないんですよね、まあ、ほぼほぼできないんじゃないかなと、すっごいしんどいと思います販売のアカウントすら開けられないっていう状況なん で、現状は、はい、なんで、まあ、現状その韓国輸出で稼いでる人っていうのは上岡さんのノウハウっていうのをまあ提供されていて、はい、さらに上岡さんのツールを使っている方のみという感じになってますんで、はい、もしね今回の動画を見て朝倉さんみたいにポチポチして稼ぎたいなと、ね、思った方はぜひね上岡さんのノウハウを、ね、知ってツールを使ってみていただければと思います。1日に3時間取れる人であればできるので、普通に会社勤めしてる人でもできますので、うん、じゃあどうやって使うんだよとね、はい、思われた方は概要欄の方ね見ていただくとですね、上岡さんのウェブセミナー、はい、URL 貼ってますので、こちら URL から上岡さんのウェブセミナー受けていただくと、はい、韓国輸出のもっと詳しいノウハウであるとか、上岡さんの紙ツールのね使い方というか、はい、どうやったら使えるのかということをですね解説していただけますので、朝倉さんみたいになりたいという方はぜひいろんな回数でセミナーやってますので、はい、ウェブセミナー受けていただければと思います。ツールの実演もしてますので、で繰り返しますけど、そちらの URL は概要欄に貼っておりますので、その概要欄見てください。で概要欄が何かわからないって方でね、スマホ見てる方はタイトルのところをポチッと押していただくとミョンって出てくるんで、そこにあの URL 貼ってますので、そちらからお申し込みいただければと思います。はい、あと上岡さん自身も YouTube チャンネルでやられてますので、はい、韓国輸出とか、あとメルカリビジネスについてかなりね、はい、詳しく語っておられますので、はい、ぜひ上岡さんの YouTube チャンネルもぜひ行っていただければと思います。お願いします。この動画が役に立ったと思われたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いいたしますこういうね動画をやると、そう稼ぎ上がってみたいな感じで、ね、高評価入れていただけないと低評価が増えるっていう僕の中の傾向があるんですよ、まあ、特にちょっとねこう僕らみたいなおじさんが稼ぐと結構ね低評価の嵐だったんですけど、若い子だったらねすごい高評価いただけるんですなぜ同族嫌悪加工しまくりますけど、ね、でもね頑張ったらね稼げるっていうね、その証拠として出してるんで、はい、朝倉さん頑張ったねって方はぜひ高評価お願いいたします、はい、コメントもねあればぜひよろしくお願いいたします、はいはい、それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、はい。